ここはご指示と相なった宮坂殿の一旦ご苦労にござった。ご料理はビートアラウンド834サテライトフラッシュじゃ。毎週水曜日の担当は服部半蔵忍者隊である。よろしゅうお頼み申す。本日の出陣は鬼の半蔵こと服部半蔵正成と春噂の凛でござり申す。我ら服部半蔵よ忍者隊、ここに水産。はあ、さあさあさあ、この度もリモートなる術を用いて生放送でお届けいたすんじゃけども、凛や。はあ、まあこたびのこれは本日我らの声初めて聞いておるものがおりやもしれんから、 まずはそうじゃな、まずは我が隊の紹介と参ろう。凛は我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は武将のふるさと愛知、武将観光をより一層盛り上げていくため徳川家康様をお支えした服部半蔵様を中心に忍者の精鋭たちによって誕生いたした愛知の魅力を発信する観光 PR 隊にござりもっす。日々名古屋城にておもてなし、同日祝日には侍忍者ショーを行っておりもっす。そうじゃな、現世にては電波線も用いて忍びの文化、そして愛知を盛り上げていきたい所存である。ではでは本日のメッセージテーマを発表いたす。凛は、こたびのメッセージテーマはやらねば気が済まぬことござるでござります。やぶみメールはメディアス FM の電子版ホームページのメッセージをクリックしお送りくださりませ。またメディアス FM の専用アプリからもメッセージをお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからよろしゅうお願いいたします。みなみなからのやぶみ待っておるぞ。そうそうそう、これ忍びが陥ってはならぬことは、まあ、よう我らも言うとるんじゃけども、忍びの三病じゃな。さようにござりもす。万戦集会にもござる恐れ、侮り、考えすぎし、全部当てはまるかもですな。そうなのか。いや、そんなことはないと思うけどな。焦りございますか。おうじゃおうじゃ。まあ、これ逆にの、忍びゆえにやってしまうこと、まあ、やらねば気が済むのことって、これ、というと。というと。忍びゆえにやってしまうことですな。あれですな、聞き耳を立てて情報収集してしまうとかですかの。ああ、まあ、それもござるな。で、例えば、また、建物を見ると、いかにして忍び込むかと考えてしまうとか。まあ、あるいは、相手の顔立ちじゃったり、表情から、心理を読み取ろうとするとか。ああ、ほうじゃな、そういうこともござる。まあ、これはもう、忍びの差がじゃわ。ああ、言ってしまえばな。だって、現世では言うと、これ、職業病か、というものかの。と思うのじゃ。そうなんじゃ。これ、例えば、凛は、忍びとして、の日頃やらねば気が済むことござる。何ありますよ、半蔵様。あ、教えてくれ。半蔵様。おう。拙者は、そのものが言った、言葉の、裏を、いつも考えてしまって、おう。それやらんと気が済まんですな。じゃから、例えば、どんなに、無視のこと、好きじゃよ。って言われたとしても、いや待ってくれ、いやこの好きじゃよっていうのはって言って、その好きって言っとるけど全部、いやちょっとでももしかしたらいやこれ嫌いっていうことなんじゃないかみたいな、なんかこう全部自分にとって一番最悪の事態に合わせて相手の言葉を解釈してしまうことがあります。あ、なるほどな。例えばじゃよ、リンのことを本にこの例えば、妻にしたいとの、精神したいという男がおるとするがな。そんなものまずおらんですがの、まあ、いやそんなことわからんがな、おるとするがな。おいでもう本当にこの顔を真っ赤にしながら照れながら、リンとのことが好き言うて祝言あげてくれぬかというふうに言われたら、それでも疑うか。あ、それはそれまでの関係性によりもし。あ、なるほどな。なるほど。でもござりませんか。今じゃって誰想定かもわからんし。いや、もしだって初めてのものがそう言ってきたら、いや、それは主、多分それは主が見ておる
拙者は拙者じゃないぞって多分言うと思います。あーなるほど。いやそうそうなんじゃない、だからその 裏手を取れ裏手っていうかそのあれを取れぬと確証を得ぬという得ぬと納得せぬということじゃない多分の。いや納得せぬと思うすか、その人を信じるのが怖い。あほうか、なるほどな。いやございませんね。半蔵様はそんなことありませんか。あのもう例えば、うん、女の子が、うん、半蔵様って言って、うん、結婚してくださりませぬか、好きですって言ってきたら、うん、真に受けますか。いやでも確かに、いや切な真に受ける。あしかしながら、えどこが好きなんじゃ、いずこわしのいずこが好きというのを聞いてしまうやもしれん。まあそれこそどのようにわしのことを好きになってる、本当にわしの男という男を好きになってるのかっていうのを確認する。男という男そうわしの男という何を見て好きなのかっていうのは、あ、それあそれにございますか、うん、じゃあ同類ということにございますか。あでも確かにわしも、まあ、確かにこの信じやすいとかあるやもしれぬが、納得したいっていうのはござる。何か女の中でちゃんと納得をしてさよ、あこれじゃっていうのをいたしたいっていうのは、まあ、あるやもしれん。あまあさようですな、うん、いやゆえに、いや拙者はもうあの後天的に、うん、あの人は必ず疑いましょうっていうのをもう、うん、あのあのいろいろあって、今まで本当にいろいろなことがあったな、まあまあ忍びじゃからな。あまあ忍びの差がっちゅうのもあるやもしれんわ。いやいや、あでも逆に半蔵様は、うん、あのいかがにございますか、うん、例えば他にやらねば気が済まぬことってございますか。わしなんかのこれちょっとやらねば気が済まぬことっていう言えるかどうかわからんが、うん、現世の能、まあ、というかその、まあ、音楽なるものを聞く機会がござる、うん、例えばかっこええ音楽、えらいもの、うん、爽快な音楽とか聞くと必ずと言っていいほどわしが英雄になった妄想をするのがやらねば気が済まぬ。いやそうそう、半蔵様、そう拙者半蔵様、あの今でも忘れませぬ、半蔵様と共にジャカルタの地に行った時に、ジャカルタのあの夜景を見ながらわしは思うことがあるみたいなこのジャカルタの今あのついておるこの一面の夜景と申すかが、まあ、わしがこれを支配しておったらなみたいな、わしがこれを支配しておったらなみたいなそれおっしゃりましたら私もうよう覚えております。あ時々思い返します、そういあいおっしゃったなそういえばみたいな。あ、まあ、お主に言われて思い出したわ、そういえばそんなこと言ったな。いやいやいや、さようにごぜ、いやでも半蔵様聞いてくださりませ。お拙者がすごいと思う人物で、まあ、実際その、まあ、あの結果を残しておると思うんですか、あの、まあまあ、ムンディ先生というあの今あの書店に必ず置いてあるムンディ先生の本をこう書いたその筆者、うん、そのムンディ先生も、うん、同じこと言っておりました。えいやさようにございます、さようにございます。いやだからやっぱりその考え方によってあるのではないですか。やはり半蔵様も棟梁の器をお持ちしたからこそ、うん、なんかそういうふうにおっしゃるんじゃろうなって。拙者その頃ムンディ先生とまだ会っておりませんでしたが、うんうんうん、その発言聞いた時にあの強くそう思ったのを覚えております、うん、ああほうか、なるほどな、うん、まあだってこれ棟梁の佐賀かもしれんな、これはこれでな。あなるほど、棟梁の佐賀か、うん、そうじゃ、かっこいい感じになってしまった、うん思ってたのと違う。思ってたと違うか。違う方で転んでったか。いやいやいや、確かに懐かしいな。まあ、確かに私はその妄想というのがその英雄になった妄想が好きみたいな。ござると、うん、まあ、ということで、まあ、これみんなにもな、これ多分やらねば気が済まぬこと、ついついやってしまうこと何でもいいけどあると思うから、それぜひぜひ聞いて回りたいわけじゃん。は、みなみなメッセージどしどし送ってくださりませ。ではここで一曲、畑崎大輝殿でついつい。服部半蔵忍者隊が生放送でお届けいたしておるビートラウンド834サテライトフラッシュ、この番組ではみなみなからのメッセージをお待ちしておる。本日のメッセージテーマはやらねば気が済まぬことござる。じゃあさあさあさあ、どんなメッセージが送られておるかな。
やばい、おばせんせんいただきます。ラジオネーム、アグイ大好き郎のより、昨日、東京切手で見かけましたので、写真だけを送ります。お、服部半蔵ほかいろいろ書かれていました。売り物ですよ。お納めくださいとあって、本日も何やら送ってきていただいておりますが。先生、写し絵がこれ4枚ほど送られておるんじゃけど、わしの絵が書かれておる。かっこええ。え、これは、え、どのものが書いてくれたんじゃろうか。わからぬ。名前書いて、ござるか。ありますな。うん。ちょっとわし読めんわ、これ。ちょっと拙者もあれにござりますが、何やらこれが、今見ることができるということにございますかの。うん、多分の、おそらくそうじゃと思う。で、買えるのではないかと。人は。の。あ、なるほど。うん。人つも視聴者に伝わらんとか聞いてくれたらもう、そうじゃな、伝わらん、まあ、一つ言えるのはこの筆でピシャーっとこのサササササって書かれたわし、かっこいいわし、東京切手にござるということで、そうじゃな、あ、ちょっと興味がござるものはぜひ見てみてくださりませ。あ、ぜひぜひ見に行ってもらって、これかっこいいわ、ちょっと欲しいよ、わし。お見せできないのが何よりあれ。そうじゃな、そうじゃな。効果音で伝えるしかないの、これな。シャ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 ッと。そう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 。ものですな。いや、あぐい大好きのありがとうございます。では、ありがとうござる。では、続いて、聞きまして。わし、すまんな。ああ、ぜひ。では参る。では参る。ラジオネーム、ありがさん。ラジオネーム、なんか陽一殿。半蔵様、凛様、こんばんは。今週もお勤めお疲れ様でございます。今宵のお題、やらねば気が済まぬことござるですが、掃除と朝のゴミ出しです。妻から役割として受けているわけではなく、自分がどうしてもやらないと気が済まないのです。綺麗好きなのと、すぐに、いらないものがたまってしまうのです。お二人は綺麗好きですか、とのことじゃ。えらいな。言われなんでもいたすと。えらい。いや、それですな。え、半蔵さんはいかがにございますか。きれい好きにございますか。リン、これ聞いてほしいんだけど、わし人種汚いがな、わしの人種。まあ、お世辞にもきれいとは言えないかと思いますの。ところがどっこいじゃん、わし屋敷意外にきれいになっちゃう、おのかの。待ってくださいませ。じゃあ、としたら、なぜ人種は汚いのですか。なんじゃろうな、あれ、だから、ね、おそらくあれではない、その、10割わしの場所ではないかな。あ、うわ、ちょっと今、ドン引き。ちょっと、半蔵様って、公共の福祉に人一倍厳しいお方じゃろ。半蔵様って。まだだって俺人のとこ侵略しておらんならわし。まあでもそれは半蔵さんは本にきっちりされておると思います。そうじゃ、その人に迷惑をかけないというところを徹底しているかと思います。ああ、本人。いや、まあ、それはそう思います。まあでもそうじゃな、そんな公共のこと言うんじゃったら、まあそこもきれいにしたいかもな、確かにな。あ、いや、まあ別に師匠は どうでもええです。どうでもええんかよ。どうでもええんかよ。別に散らかってようが、まあ拙者自身、やはり拙者は書物があるで。なお主な。いや、拙者だって書物だらけではございませんか。じゃあそれにしても、その有効活用して仕切っておったりして、しかとこのきれいにしておるから。きれい判定でええのですか。おお、きれいじゃんと思う。しかとこの区切ってとか、この自ら作って、確かに空間は作ったりはしておるかもしれませんが。おお、だってあれはきれいというやつじゃん。誠にございます。いや、嬉しいございます。うん、整っておるから。いや、拙者はきれい好きかと言われると自信があるわけではござらぬのですが、半蔵様、一つだけ、きれい好きではなかったとしてもきれいにする方法があるのです。お聞かせてくれ。それは、うん、物を置かない。ああ、なるほど。物を持たない。ああ。
私はゆえにいわゆるテレビになるからくりも捨て申したし、もういらんものと申すか、もうほとんどもう物を置かぬようにして、そうするとそもそも発生する掃除がなくなるように。なるほどな。楽ですな。なるほどな。まあ、ちょっと江戸の頃の生活に似ておるのかな、現世でいうミニマリスト。お江戸がミニマリストじゃったかどうか分かりませんが、そもそもまあ、物が溢れておらぬ時代というのもあるやもしれませんが、そうじゃそうじゃそうじゃ、まあ確かに似ておるんかな。いや、余計なもの買わんっていうのもあるやもしれませんな。ああ、なるほどな。いや、物がある、まあ、いや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 、なんじゃなんじゃ、ええよ。あ、いや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 、まあ、うん、はちらちら、そう、散らかりづらいっていうのはええやもしれない。ああ、そういうことあります。もうだからその原因を根本から なるほどな。大事だと思う。ちょっと わしも心がけるわ。いやいや、いや多分無理じゃと思うな。ありがとうございました。ありがとうございました。では採用、どうぞどうぞ。いいよ。ラジオネーム、新高野豆腐殿、ありがとうござる。やらねば気が済まないのは、うん、身内の誕生日を祝ってほしいと、おお、各地のコミュニティ FM ラジオ局にメッセージを送ることです、と。あ、ほうか。あ、なるほど。そういうのってあるんじゃ。だからもうあれか、その身内のことを思って、もうその各電波線のところに人種にバーッと送るっていうことじゃろ、祝ってほしいから意外に。あ、それな、ええやつじゃな。もうそのだって自分じゃなくて身内なんじゃ。でもそれ身内のもの聞いて俺なんだら、あれでもないかな、そういうことでもないのかな。あ、でもそうですな。でも聞かせるのかな。じゃあそうですな、一回確かに、誕生日を祝ってほしいというやぶみを送って、そのやぶみを送ったということを身内の者に伝えて、もしかしたらわしのが読まれるかもしれないから聞いてくれって言って、聞いてもらった結果読まれないということもあるということにございますかね。まあそうじゃな、その読まれぬこともござれば、その身内の者が聞いておらぬこともあるやもしれないか、危険の状態とかな。おー、そうか。そうなんじゃ。なるほど。はあ。まあでも優しいわな。ああ、さようですな。なあ。なるほど、そういうのもござる。いろいろあるんじゃな。なあ、はあはあ、いや、新高野豆腐殿、ありがとうござる。ありがとうござる。さあさあ、ということで、まあ、誰しもこれやらねば気が済むことあると思うのじゃの、まあ、それが規則正しい毎日役立っておることもあると思うでな。だってまあやめずに続ければええこともあるとわしは思うわけじゃ。さあ、それではここで一曲聴いてもらおうではないか。サンチャコ殿でミスターついつい。ビートアランド834サテライトフラッシュ、午後7時から30分間の生放送で服部半蔵忍者隊がお送りしてきては、そろそろ姉妹の国なのじゃ。こたびはやらねば気が済まぬことを聞いてまいったんじゃけど、まあ、忍びはこれ匂い禁物じゃけども、わしは何事にもニンニクをたっぷり入れるのが気がいる、うん、気が済まぬ、入れねば、うん、半蔵様、うん、臭いのはやめてください。はい、わかった。聞こえますか。わかった、わかったけどやめられん。毎週忍びに関する知識を交えながら、わかっとらんのじゃ。楽しくみなと交流してまいりたの、よろしゅうお頼み申す。この放送を聞いて忍者に興味が湧いたよっていうものは、ぜひ服部半蔵忍者隊で検索してくださりませ。ホームページに出陣情報がございます。その他 X、Instagram、YouTube、TikTok、Facebook などなど、各種電子文を通じてかっこええ忍者の姿、我らの活動の様子を発信しておりますが、ゆえにぜひご覧くださりませ。なお、行さんのものからメッセージ頂戴いたし申したが、国の都合上すべては紹介できなかったが、ゆえにラジオネームだけでも紹介させていただきます。うて殿、貴前安蔵殿、マレンローズ殿、白ヤギメイ殿、タキピー殿、文庫勤めの小池殿、ウイチロー殿、いっちゃんのお母さん殿、ノーハンゾウ、ノーライフ、ノーピエン殿、いつも明るいみほにゃん殿、福岡のともしえ殿、
綾之助殿、広信殿、琴美殿、行者の呼びに誠にありがとうございました。うん、では来週のメッセージテーマを発表いたす。来週のメッセージテーマは、親に厳しく教えられたことござるじゃ。メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけ申す。皆からのメッセージをお待ちしておる。そしてこの放送はメディアス FM の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされております。メディアス FM YouTube で検索いたし、ぜひ確認いたすのじゃ。それではこの後を再び宮坂好みのどのビートアラウンド初採用でお楽しみあれ。来週のこの時間にまたお会いいたそうではないか。ここまでのお相手は服部半蔵忍者隊の服部半蔵と樽技の凛でございました。最後はこの曲にてドロン、モケノートなのでチェイチェイサマー。さあ今宵、凛の食べたいものまで3、2、1、はい。ペロペロペー。